はい、それでは監査論改正論点の担当論文対策始めていきたいと思います。担当レック専任講師草加です。よろしくお願いいたします。今回はですね、監査論で大きな改正が2つありまして、品質管理基準と倫理規則、これにね大きい改正がありました。内容的に今までの品質管理基準と倫理規則とすごく変わったかっていうと、そうでない部分もたくさんあるんですが、基準としてリニューアルしたこの2つの基準について、試験範囲に、ね、入るか入らないかっていう話があったんですが、実はですねこの1月のね、半ば時点で出された、公認会計士監査審査会の出題範囲の要旨についてというこの、文書でですね、ここのね文書書いてありますが、監査に関する品質管理基準というふうに普通にこう書いてあるんですね。監査に関する品質管理基準で、ちょっとここ線引きますけども、でですね、あとまあこうずっと後で読んでいただくとね、いいんですけれども、ここです。なおの後ね、ちょっと色変えますが、なお令和4年5月18日付で改正された公認会計士法の改正内容については出題範囲に含まれないと、これなんですよ。で基本的には4月1日時点の基準とかね、施行された法令とかそういったところを試験範囲とするって言ってますんで、4月1日以降の基準、4月1日以降のね、ごめんなさい、4月1日時点の基準という観点からすると、監査に関する品質管理基準は令和3年改正ですから、4月1日時点ではもうこの基準はできていたということになります。で出題範囲から除外するってことが書いていないということなので、監査に関する品質管理基準が出るだろうと、ここでね一つそういったところと、あとはですねもっと具体的にここなんですね、この出題項目の例のところの監査論の2ページ目見るとですね、監査に関する品質管理基準、ここでですね、変わってるんですね。今までと出題内容が変わっていて、この項目立て、これは新しい品質管理基準の項目立てになってるんです。なので、間違いなくね新しい品質管理基準が出ると、こういった経緯ですよね。あと倫理規則もですね、4月1日令和5年の4月1日からね適用されますので、もう倫理規則も当然範囲になると、言ったところで、この大きな2つの改正、これは通常講義ではどうなるかわからないということで扱えなかったんですね。ですからこの改正講義で、詳しく見ていきたいと思います。ただちょっとねここ誤解しないでいただきたいんですけど、出題可能性が高いかどうかっていう観点からするとそこまで高くないと思ってます。というのは後でね見ていただきますけども、品質管理基準っていうのは令和5年7月1日以降に開始する事業年度から適用されると、ね、しかもそれは会計司法上の大規模監査法人のみなんですね。で大規模監査法人じゃない監査事務所であれば令和6年7月1日以降開始する事業年度から適用されるということで、実務上の適用はまだ先なんですよ。ということを考えますと、実務で、まだね適用されてないものが、例えば今回の担当令和5年 の, 5月担当とかですね、令和5年の8月論文、ここで出るのかっていうと、個人的にはね出てもごくごく基本的な簡単なところであって、突っ込んだ問題は出されない可能性が高いというふうに思ってます。なのですごく改正を気にされていてよく問い合わせを受けるんですが、今回のこの改正講義をやる意味は出やすいからやるっていうことじゃなくて、改正された内容をね試験範囲になってるからやるということで、ものすごく重要かっていうと、個人的にはですよ、今の段階では出題可能性はそんなには高くないと思ってます。またね直前の予想会とかですね、何か試験員の先生の動きとかね、そういったところも踏まえてやはり出題可能性が高いよということであれば適宜お伝えはしたいと思いますが、その点だけちょっとね、ご理解ください。ということで、ただ新しい内容試験範囲に入っているのに全くやらないのはね不安だと思いますのでやってきます。はい、ではちょっと前置きこのぐらいにしてですね、レジュメの1ページ目からいきたいと思います。はい、
でですね、まず最初に品質管理基準の改定の、まあ、経緯と概要ということでね、まずここを見ていきましょう。はい、で、左側のこの資格ではね、令和5年の第2回担当、まあ、つまり2023年5月実施の担当と論文ではね、改定後の品質管理基準が出題範囲となるということでね、まあ、これ今さっき見たわけです。で、じゃあ改定の経緯目的ですけども、これはね、品質管理基準の改定全文、改定についてという改定全文がありまして、ここに書いてある内容ですね。品質管理基準の設定、これ2005年ですよ、平成17年ということで、もうね18年前ですね。でから相当の期間が経過して、経済社会を取り巻く環境変化が加速し、監査業務にも変化が生じていると。で、監査事務所による監査の品質管理も経済社会の変化に対応できるよう見直しが求められているということなんですね。まずこれが、一つ目、環境の変化に対応していこうと。もう一つが、会計士監査審査会の皆さんの試験を作っている機関でもあり、検査をする機関でもある。この検査において、監査事務所の最高責任者のリーダーシップの発揮が必ずしも十分じゃないと、いうことで、まあ、もっと、ね、品質管理をしっかりやろうというところにつながるわけですね。あと、国際的な品質管理に関する基準、これもですね、改定されて、ここにも合わせる必要があるということ。ここからですね、次、監査事務所が、ここ太字線引いておきましょう。より積極的に品質管理上のリスクを捉えて、当該リスクに対処し、品質管理体制を改善するサイクルを組織内に有効に展開する品質管理へと変えていく必要があるということで、この次に出てきますが、品質管理、事務所のね、まあ、監査法人、あるいは監査の個人、会計士の個人事務所、まあ、監査をやってる監査事務所と言いますけども、この監査事務所、個人事務所や監査法人、この監査事務所として品質管理のリスクを考えると。で、リスクアプローチを採用しましょうということが出てきます。つまり、通常の監査実施論で出てくる監査をやるにあたって、ね、重要な虚偽表示リスク、特に IR と CR、 固有リスクと統制リスクを評価して、それで発見リスクを決定するっていうね、こういったリスクアプローチ、監査をやるにあたってのリスクアプローチ、これを応用してですね、監査事務所として品質を保っていくために、事務所としての品質管理をするためにリスクアプローチを採用しましょうと、こういうふうな考えの全く新しい、品質管理という、ね、ことで基準ができたわけなんですね。で、次、タイトル線引きましょう。リスクアプローチに基づく品質管理システムの導入ということなんです。で、この上の吹き出しに、上というか横のね、吹き出しにあります、上から2つ目の引き出し、吹き出しにありますけど、従前の品質管理は、監査事務所があらかじめ定められた一定の品質管理の方針及び手続きを策定し運用するということで、まあ、こういう品質管理ということであらかじめね、定められてたわけです。で、それに関して、品質管理を設定するので、まあ、主体性が弱いと。事務所ごとに、ここはうちの事務所だったらこういう品質管理が必要だ、うちの事務所は別の観点からの品質管理が必要だっていうことよりは、画一的な品質管理が求められてたんで主体性が弱かった。そうじゃなくてね、通常の監査実施論と同じように、各会社ごとに、重要な虚偽表示リスクが異なるように、監査事務所でもね、リスクは異なる。なのでリスクアプローチということで、事務所ごとにより主体的な、そこの個々の事務所に合った品質管理をしていこうと、これが目的で改定されているわけです。ということで、このね、導入のところの1行目読んでいきますが、監査事務所自らが品質管理システムの項目ごとに達成すべき品質目標を設定、これ線いきましょう、品質目標を定めるんですね、設定し、当該品質目標の達成を阻害しうる、これ線引きましょう、リスクを識別して評価するんです、ね、やっぱりリスクを識別し評価する。そして評価したリスクに対処するための方針または手続きを定め、これを実施ということで、太字のところを線引きましょう、ね、監査実施論のリスクアプローチと同じようにですね、リスク識別評価して、リスクに対応する、まあ、ここでは対処すると書いてありますが、その対処する方針手続きを定め実施すると、こういうことになります。ね、これが新しい品質管理と。で、品質管理システムの項目の追加と、まあ、項目が追加される、これはね、後で見ていきます。で、品質管理システムの評価の導入ということで、これはこういうことなんです。監査事務所の品質管理システムに関する最高経営責任者は、少なくとも、
ごめんなさい、最高責任者ね、最高経営じゃなくて、品質管理システムに関する最高責任者は少なくとも年に一度基準日を定めて品質管理システムを評価しなきゃいけない。これは何言ってるかというと、品質管理、しっかりと品質を保とうというそのシステム、これ自体がちゃんと機能しているか、有効なのか、そうじゃないのかっていうね、品質管理システム自体、監査事務所がちゃんと品質管理を行えているか、これについて評価を行っていかなきゃいけないということなんですね。はい。でさらにその後、監査事務所が所属するネットワークへの対応の明示と、ね、これも、まあ、ネットワークへの対応が明示されたということで、後で、簡単に見ていきたいと思います。はい。で、次に適用時期ですね。これはさっきちょっと冒頭で、言ってしまいましたが、公認会計商上の大規模監査法人ね、上場会社100社以上やってる、ね、監査してる監査法人とか、まあ、そういったところは令和5年の7月1日以降に、でもこれ開始するんですからね。例えば3月決算の会社は4月開始ですよね。ってことは令和5年7月1日以降に開始する事業年度っていうのは、3月決算の会社の場合は令和6年の4月1日からなんですよ。ね、ということで適用はまだ先です。しかもその大規模監査法人じゃない監査事務所は令和6年7月1日以降に開始する事業年度ですから、3月決算であれば令和7年の4月1日からということになりますので、適用がまだまだ先ということになります。はい。でこれに合わせて品規法1号、品規法2号、ね、で品規法1号はもともとあった事務所における品質管理、2号は監査業務にかかる審査ということで、これは新しいんですね。新設、これはなかったですからね。審査に関する品規法はなかったのに、これはね、審査専門の品規法として、新しくできたと。あと環境220の監査業務における品質管理はこれはアップデートされたということで、この辺も全部新しいのが試験範囲になりますので、今日のねこの講義の中でも新しい品規法1号2号、そして、環境220を取り上げております。で、その下、まあ、この品質管理基準の新旧対象表、まあ、ここはですね、古い基準、別に対応関係ね、逐一知らなくてもいいですけど、まあ、目的があって、品質管理システムの整備運用、これは昔もあったんですね。で品質管理システムの構成もあって、で4として、この監査事務所のリスク評価、このリスク評価プロセスは新設です。でまあ、ガバナンス及びリーダーシップは昔の、ね、品質管理に関する責任のところと対応していて、職業倫理独立性も前もあったと。で監査契約の新規の締結更新も前もあった。で業務の実施もね、これもですね、まあ、前の品質管理システムの、あ、ごめんなさい、業務の実施のところがありますし、今度ね、監査事務所の業務運営に関する資源は前の監査実施者の採用教育訓練評価及び選任と対応していると。で情報と伝達はこれ新しいですよと。で、その後品質管理システムのモニタリング及び改善プロセスは前にシステムの監視があったんで、ここと対応している。ただその後ね、事務所が所属するネットワークへの対応とか品質管理システムの評価、これは新設ですね。そして、その後ね、事務所の引き継ぎとか共同監査、中間四半期レビューへの、および内部統制監査への順用、ここら辺は前もあったところの項目が新しく、あった項目が、そのまま引き継がれているということになります。まあ、ここはちょっと参考程度にね、見ていただければと思います。で、次に行きまして、2として、じゃあ具体的なね、改定内容を一個一個見ていきたいと思います。で、括弧1、品質管理システムの整備運用ということでね、まずこれ順序を追って見ていきますけども、1、監査、これ基準の本文ですね。監査事務所は、資格の中基準の本文ですけども、監査事務所は監査業務の質をその後選挙しよう、主体的に管理と、この主体的っていうのが一つポイントになってます。で合理的に確保するためにその後も線引きましょう、太字です。監査事務所が実施する業務の内容及び状況並びに監査事務所の性質及び状況を考慮した上で、でその後読みます。職業的専門家としての判断に基づき品質管理システムを適切に整備運用しなくちゃいけないということで、あくまでもですね、主体性が求められていて、その監査事務所の状況とかね、性質、環境を考慮した上で、品質管理システムを整備運用しましょうということで、確率的な整備運用ではなくてね、その監査事務所独自の整備運用を構築していきましょうということになってます。
ということで、まあ、これ吹き出しの太字のところ線引いていきましょう。基準の適用について柔軟性が確保されているということで、これをやんなきゃいけないじゃなくてね、その監査事務所ごとに変えていくと。でこの後も太字線いきましょう。上場会社との監査を行う監査事務所については、監査業務の公共性に鑑み充実した品質管理システムの整備運用が求められると。まあ逆に言えば上場会社の監査をしない場合にはその逆だということですよね。ということで、まあ、柔軟さが求められているという中で、ね、その柔軟というのはその上場会社とかの監査をするんであればかなり厳しく品質管理システム整備運用しなきゃいけないし、そうじゃなければもうちょっとね、手軽に整備運用するということですね。はい、であと2のね、この辺はまあ担当論点っていう感じですかね。監査事務所の最高責任者、まあだから事務所の一番偉い人、理事長さんとかね、そういう人が品質管理システムに関する説明責任を含む最終的な責任を負わなきゃいけない。これはまあ、昔もそうだったんですけどね、品質管理のね、責任者ももちろんいましたけども、まあ、事務所のね、最高経営責任者が、責任を負うっていうのは昔もそうだったんですが、まあ、ここでもね、やっぱり事務所の最高責任者が品質管理の最終責任は負うんですよということになってます。はい、でその後3番、監査事務所は品質管理システムに関する最高責任者、品質管理システムの整備運用に関する責任者、並びモニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任者を明確にしなくちゃいけないということで、まあね、事務所の、まあ、経営責任者、最高責任者、以外に品質管理システムの最高責任者、そして、品質管理システムの整備運用に関する責任者で、モニタリングに関する責任者、これね、別に明確にするんだと。4番、監査実施の責任者は監査事務所が設けた品質管理システムに準拠し、監査業務における品質管理責任を負わなきゃいけないということでね、まあ、監査を実施する責任者、まあ、言ってみれば監査報告書にサインをする人で、この人はですね、まあ、事務所が設けた品質管理システムに従って業務、監査業務実施をするときってことですね。監査業務におけるというのは実施をするときにおける品質管理に責任を負わなきゃいけない。で5番、監査事務所は品質管理システムの整備及び運用の状況を適切に記録し、保存するための方針及び手続きを、方針または手続きを定め、それらが遵守されていることを確かめなきゃいけないということで、まあ、事務所としてね、まあ、監査法人なら法人として事務所として、整備運用の状況をちゃんと記録しておくと。で、保存するための方針と手続きも定めて、ちゃんとそれが守られているということも確かめる必要があるということで、まあ、かなりね、事務所として品質管理を主体的にやった上で記録をしっかり残しましょうということがここで求められております。はい、で、米印ね、ちょっと重なるところはありますが読みます。監査事務所が品質管理システムに関する最高責任を監査事務所の最高責任者以外に割り当てた場合においてもということでね、まあ、品質管理システムに関する最高責任は事務所の最高責任者じゃない人、つまり事務所の中で一番偉い人じゃない人にね、品質管理に関する最高責任を割り当てたとしても、この後線いきましょう。監査事務所の最高責任者は品質管理システムに関する説明責任を含む最終的な責任を負うということで、先ほどもちょっと言いましたが、このね、最終的な責任はやっぱり事務所の最高責任者、まあ、事務所の経営者っていうかね、事務所の理事長さんみたいな人が品質管理システムに関する説明を含む最終的な責任を負うと。で、仮に品質管理システムに関する最高責任をその人じゃない別の人に割り当てたとしても、最終責任は事務所の経営責任者というかね、事務所の最高責任者が負うと。この点担当なんかで間違わないようにしてください。ちなみにね、ちょっと言っておくと、この第20-2JP 項って、この JP っていうのはね、国際的な基準とは違って日本独自の基準として設けてるって意味なんです。逆に言えば JP 項との JP がついてない基準は結構国際的な基準とに合わせられてるというふうに理解いただいていいですね。まあ、だから分かりにくいところもあるんですけどね。はい、であと、その下、最高責任者等により任命された品質管理システムの整備運用に関する責任者は、不正リスクに関する品質管理の責任を兼ねることがあるということで、別にね、兼ねちゃいけないっていうことではないんだということは、まあ、担当論点として知っててもいいかなと思います。はい、で次、品質管理システムの構成ですね。これはどうなってるかというと、品質管理システムの構成基準を見ていくと、
監査事務所は以下の項目からなる品質管理システムを設けなくちゃいけないということで、どういう項目か、監査事務所のリスク評価プロセスね、自分の事務所のリスクが何なのかというリスク評価プロセスで、ガバナンス、リーダーシップ、責任ということですよね。そして、まあ、統治とか責任、そして、職業倫理とか独立性、監査契約の新規の締結及び更新、業務の実施で、6は監査事務所の業務運営に関する資源、7は情報と伝達、8が品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス、9が事務所の引き継ぎ、事務所間の引き継ぎと。で、監査事務所は監査業務の質を合理的に確保するために必要であると判断する場合には、これら以外の品質管理システムの項目を設けなければならないということでね、質を確保するために必要なら別にこの9個に限らず他の項目を設けなければならない。設けることができるんじゃなくて、これ線引きましょうか、あのここ太字になってなくてすいませんが、品質管理システムの項目を設けなければならない、だからちょっとここね、監査業務の質を合理的に確保するために必要であると判断する場合には、これら以外の品質管理システムの項目を設けなければならない、ここ線引いておきましょう。はい、で次、じゃあこのね、具体的なこの品質管理システムの項目、各項目について見ていきます。まず監査事務所のリスク評価プロセスですね、これは第4というところに書いてあって、こんなのはなかったんです、新設です。監査事務所はこの後太字線引きましょう。品質目標を設定する、だからどういうふうな品質にするかというこの目標をね設定するっていう、これ新しい話です。でその後品質リスクの識別及び評価、そして品質リスクへの対処からなるリスク評価プロセスを整備運用しなくちゃいけないということで、全く新しい話です。いいですかね、目標を立てる、そしてそのリスク、品質リスクの識別評価をする、そしてそれに対処する、ね、このなるリスク、このリスク評価プロセスっていうね、この一連のプロセスを整備運用しなくちゃいけないと。で吹き出しもちょっと大事でね、品質目標、これ線引きましょうか、太字になってないですけどすいません。品質目標、品質目標は品質管理システムの構成要素について監査事務所が達成すべき成果、ね、こういうふうな成果を出したい、ね、まあ、出したいというか出すべきだというその成果、これが目標です。で品質リスクはこれもですね大事なので線引きましょう。品質リスクは発生可能性及び個別にまたは他のリスクと組み合わせて一つまたは複数の品質目標の達成を阻害する可能性の双方が合理的に存在リスクと、いいですか、ね、発生可能性及び個別にまたは他のリスクと組み合わせて一つまたは複数の品質目標の達成を阻害する可能性、いいですか、目標の達成を阻害する可能性と発生可能性、ね、この双方が合理的に存在するリスク、これを品質リスクと言います、ね、これが高いのか低いのか中くらいなのかということになります。だこういったリスク評価をして対処していかなきゃいけないと。で2項は監査事務所は監査業務の質を合理的に確保するために必要であると判断する場合に、本基準に規定されている品質目標に加え監査事務所が必要と考える品質目標を設定しなければならない、これなんですよ、ね、ここも強制なんですね、この品質管理基準に規定されている目標じゃなくても必要な目標があればこれは、設定しなければならない、だできるじゃないですしね、必要な目標があればしなければならない。でその次3項、監査事務所は設定した品質目標の達成を阻害しうる品質リスクを識別して評価しなければならない、ね、目標の達成を阻害するリスクを識別しなきゃいけない。そして最後4項、監査事務所は評価したリスクに対処するための方針および手続きを定め、これをまあ実施対処しなければならないということになってます、はい、これが、リスク評価プロセスということで、このね、2ページ目真ん中辺の括弧2にすればこの括弧2のこの中の基準第3の括弧1になります。次、ね、ガバナンスとリーダーシップという話になってきますが、その前にですねちょっとこの図見てください、ガバナンスリーダーシップとか職業倫理及び独立性、監査契約の新規の締結更新、業務の実施、監査事務所の業務へに関する資源、ね、情報と伝達、事務所間の引き継ぎ、これについてはねそれぞれに関してより具体的に規定された項目について品質目標を設定するんだということで、まあ、ここのね、この今書いてあるここの項目については品質目標を立てるんですね。で品質目標を立ててそれに関してリスクの識別評価をしてで、対処するための方針手続きを定めて実施と、この流れね知っておきましょうね。まあこのそれぞれについて目標を立てると、でその目標についてリスクを識別評価し、対処するための方針手続きを定めて実施すると、はい、
で、じゃあ具体的に1個目、ガバナンスおよびリーダーシップの基準はどうなっているかというと、第5にこう書いてあります。監査事務所は品質管理システムの基礎となる環境を確立するために線引きましょう。ガバナンスおよびリーダーシップに関する品質目標を設定しなくちゃいけないと、ここなんですよ。ガバナンスとリーダーシップ、これをどういうふうな方向に持っていくか、その目標、ね、品質目標を決めなきゃいけないですよ、ね、でその後読みます。当該品質目標には括弧1、健全な組織風土の醸成、括弧2、最高責任者等の品質に関する説明責任を含む責任の明確化、これですね、責任の明確化で、括弧3、最高責任者が等が果たすべき主導的役割、何を役割する果たすべきか、そして4、適切な組織構造と職務文書、ねまあ、職務を誰に分担するかで、業務運営に関する資源の適切な利用、これに関する目標を定めなきゃいけないということで、こうやってね、ガバナンスとリーダーシップに関しても5つですね、この5つに関する適切な目標を定めなきゃいけないということで、まあこれ結構大変だと思いますね、はい、それぞれについて目標を定める、事務所として定めると。じゃあ次、職業倫理と独立性、この項目にもですね、これ監査事務所はその後線引きましょう。職業倫理の遵守を品質目標として設定しなくちゃいけないと、ね、職業倫理を守るってことをですね、まず目標として立てなきゃいけないと言ってます。いいですかね、目標としてこれ立てなきゃいけないと。はい、でその後読みます、その当該品質目標には監査事務所及びその専門要員並びに当該事務所が所属するネットワーク等による、職業倫理の遵守に関する目標を定めなきゃいけないということでね、職業倫理に関する目標、これについてですね、事務所の事務所及びその専門要員とか所属するネットワークに、等による倫理の遵守に関する目標になるんだと。で2番、監査事務所は職業倫理の遵守に対する脅威を識別評価するんですね。でそれに対処するための方針とか手続きを定めなくちゃいけないということで、まず脅威が何なのか、でこれを評価する、そしてそれにどうやって対処していくのか、また監査事務所は職業倫理に抵触する事項を発見し対処するための方針または手続きを定めなければならないということでね、まあ職業倫理に抵触する事項を見つける、そして対処するための方針手続き何なのかっていうのを、まあ監査事務所側で考える必要があると。で3、監査実施の責任者は職業倫理を遵守するとともに補助者が職業倫理を遵守していることを確かめなきゃいけない、まあこれは昔ながらの基準そのままという感じですね。はい、では次行きましょう。その下米印も一応見ておきましょうね。監査事務所が所属するネットワーク等って何なのというとですね、監査業務に従事する際に求められる職業倫理に関する規定が対象とする当該事務所が所属するネットワーク、当該ネットワークに属する他の事務所、外部の業務提供者その他のものが含まれるということでね、結構いろいろ含まれるんですよ。でその後読みます。すなわち監査事務所の内部のものや同一ネットワークファームに所属するものだけでなく、その後太字線引きましょう。監査事務所の等の外部のものによる職業倫理の遵守及び独立性の保持も品質目標として設定することが求められるということで、単にですよ、事務所の内部のものとかね、同一ネットワーク、よくね、皆さん四大監査法人とかだと、いろんな PWC とか KPMG とかね、 EY とかトーマスとかね、いろんなその、ネットワークの名前がついてるのを知ってると思いますけど、まあ、ご存知の方ねいると思いますけども、そういったネットワークファームに所属する人だけじゃなくてね、それ以外の外部の人も情報提供者も含まれるということになりますので、ちょっとここはね、ご注意ください。ネットワークにはその外部のものも含まれると。はい、で、ちょっと戻りまして、で、職業倫理の遵守を目標として設定する。で、その他目標を含めるあと2項ですね。監査事務所は職業倫理の遵守に対する脅威を識別して評価するんだと。で、それに対処するための方針手続きですね、これも、脅威、どんな脅威があるのか、職業倫理を守れなくなる脅威って何なのと、でそれに対する方針手続きを定めると、はい、
で、倫理職業倫理に抵触する事項があればですね、それを発見し対処するための方針手続きを定めなくちゃいけないと。で3番、監査実施の責任者は職業倫理を遵守守るとともに、補助者が職業倫理を守っていることを確かめなきゃいけないということで、まあまあ、ここの3の内容はね、以前と完全に同じですけどもね、まあ、ここで改めて押さえていただければいいです。で、その下のね、米印なんかは、まあまあ参考には十分なりますのでですね、ちょっと具体例も含めて3ページ目の下に入れときました。監査責任者は監査事務所の品質管理システムまたは他の情報源を通じて監査業務の内容と状況に応じて適用される我が国における職業倫理に関する規定が遵守されていないことに気づいた、もし遵守されてないと気づいたときには適切なものへ専門的な見解の問い合わせを行うなど適切な措置を講じなければならないと。適切な措置には例えば以下があるということで、まあ1個目ね、ここに書いてある通り適切な人へ専門的な見解を聞いてみるね、まあ、監査事務所の例えばね、専門的な見解にの問い合わせに答えるような部署、例えばリスク管理部門とかね、いろいろあったりするんですけども、そういったところにね、問い合わせてみるとかね、まあ、そういったようなことが措置を講じなければならないと。でその下、適切な措置には何があるかというと、これ1個目、職業倫理に関する規定の違反にかかる監査事務所の方針または手続きに従うと、ね、違反したらこういう罰があるよみたいなことに従うと。でこれには該当する場合、懲戒処分を含む適切な措置を講じるための適切なものとのコミュニケーションまたは専門的な見解の問い合わせが含まれるということでね、これに関してその、適切なものとコミュニケーションしたり専門的な見解の問い合わせ、これも含めてですね、職業倫理に関する規定への違反にかかる事務所の方針手続きということになります。あと監査役等とコミュニケーションをするとかですね、まあ、この監査役等とのコミュニケーションとかね、まあ、これはこれ大事なこととか何か起こると常にこうやってコミュニケーションを取りますが、ここでもそういうことですね。あと規制当局または専門家団体とコミュニケーションを取ると、特定の状況では規制当局とのコミュニケーションが法令等により要求されることもあると。あと法律専門家に助言を求めたり、適用される法令において可能な場合には、監査契約を解除するということでね、まあ、これ可能な場合ですね、ね、監査契約解除することもあり得るけど必ず解除じゃないんですよってことは吹き出しにも入れておきました。はい、ちょっと難しいですけどね、まあ、ここ一応ね、見ておきましょう。で次4ページ目に行きます。でですね、4ページ目続きなんですけれども、独立性のところね、に独立性ということで書いてあってですね、で、監査事務所は、まあ、この後線いきましょう。独立性の保持を品質目標として設定しなくちゃいけないということで、独立性の保持についてもですね、品質目標として決めなきゃいけないんですね。はい、でその後読んでいきます。当該品質目標には監査事務所及びその他の、ごめんなさい、監査事務所及びその専門要員並びに当該監査事務所が所属するネットワーク等による独立性の保持に関する目標を含めなきゃいけないと。広いんですね。で当該品質目標については監査事務所及び当該監査事務所が所属するネットワークに属する他の事務所が提供する非監査業務が独立性に与える影響を考慮しなくちゃいけない。だんだんちょっと分かりにくくなりますね。ではその2項で、監査事務所は独立性の保持に対する脅威を識別して評価し、それに対処するための方針または手続きを定めなくちゃいけないと。でまた監査事務所は独立性を侵害する事項を発見し対処するための方針手続きも定めなくちゃいけないと。で3項として、監査事務所は専門要員の独立性が適切に保持されていることを確かめなきゃいけない。で4項として、監査実施の責任者、まあ、実施の責任者は独立性を保持するとともに補助者が独立性を保持していることを確かめなきゃいけない。これなんかね、前の基準と同じですよね。ということで、このね、独立性に関する独立性の保持に関する品質目標、これも設定しなくちゃいけないということになります。まあ、細かい話はね、そんな出ないと思うんです、正直ね。さ、冒頭でも言いましたが、だから独立性の保持を品質目標として定めなきゃいけないと、まずはここですよね。はい、吹き出しもありますけれども、まあね、ちょっと参考までにということで入れてありますので、時間のある方ね、余裕のある方は吹き出しも読んでいただけばいいですが、まずはこの本文ね、しっかり押さえましょう。はい、
で、あとね、この昔から似たようなのがあるんですけども、監査事務所は、米印、監査事務所は独立性の保持が要求されるすべての専門要員から独立性をちゃんと保持してますよっていうね、あるいは、まあ、保持できてませんっていったような確認書、この確認書をですね、少なくとも年に一度入手するということで、まあ、事務所、まあ、監査法人などは、その独立性保持が要求されるすべての専門要員から年に最低でも一度はね、何か独立性をしっかり保持してますよということについての確認書を入手しなきゃいけないということになってます、はい、でその下の図はですね、まあ、ここは参考ということで、1番目に監査事務所があります。所属するネットワーク、同一のネットワークに属する他の監査事務所、例えば、PWC の、じゃあ、あのね、アメリカの事務所とかね、 KPMG の、オーストラリアの事務所とかね、トーマツの、じゃあ台湾の事務所とかね、まあ、いろいろあるわけですよね、はい、で、そこの事務所と。で3番としてはですね、所属するネットワーク外の他の監査事務所、これだから本当にネットワーク、そのネットワークに加盟していない全然違う他の監査事務所ってこともあり得ると。でその後、所属するネットワークの他の外のね、ネットワーク外の専門家という専門家がここに一応出ていて、あとは登場人物としてはその他、ね、この全部に1から4に該当しないその他の外部の業務提供者という、こういった区分になりますと。で、まあ、上の部分を監査手続きをやらない、やるっていうふうにするとですね、実は概念としてね、ここのこの四角のぶっといこの四角の左が一番にあるところ、これは事務所の中にいるね、ここの、まあ、あの専門職員もいますけど、それ以外の、ごめんなさい、専門職員じゃない、通常の職員はあの除きますけども、このね、専門要員、監査事務所の社員と専門職員、これを合わせて専門要員と言います、ね、だから全員が全員、単なる事務員さんもいますので、全員が全員じゃないけども、このね、専門要員といって、まあ、この人たちは手続きを実施する場合もしない場合もあると。でこの子がいいですね。で次に、ちょっと丸さん、所属するネットワーク外の他の事務所とか、所属するネットワークの外の専門家、単なる個人の専門家とか、あとは、その他の外部の人、この人たちはね、どうかというと、この人たちは監査をする人もしない人も、この点と長い線の、四角で囲ってある、これの人を外部の、全員まとめて外部の業務提供者という言い方をします。で監査チームといったら、ちょっとここがね、まあ、四角、これ見ていただくと分かりますけども、ここね、監査チームといったら、事務所で監査をする人、所属するネットワーク、同一ネットワークに所属する他の事務所で監査をする人、所属するネットワーク外の他の事務所でもいいんで、それも監査をする人、この人のことをですね、これ、監査チームというんだということなんですね。監査チームと言いますよと。で、あとはこの所属するネットワーク外の専門家、これは監査チームに入りませんが、このね、丸5番のその他の業務提供者、まあ、この人たちもですね、監査手続きをやる場合にはこれはですね、監査チームということになって、この細かい点のね、資格、これはみんな監査チームになるよと。監査チームというのは、監査実施の責任者と業務に従事する補助者ということになります。はい、では次、監査契約の新規の締結更新のところを見ていきます。これもね、基準こうなってます、第7監査契約の新規の締結更新で、その後ですね、監査事務所は線引きましょう。監査契約の新規の締結及び更新に関する品質目標を設定しなくちゃいけないということで、この契約のね、新規締結するとか更新する、これに関してもどういう品質を保つのかっていうね、その品質目標を設定しなくちゃいけないですね。で当該目標には、監査契約の新規の締結更新に際し、その後太字線引きましょう。監査業務の内容、経営者の誠実性とかね、監査事務所の能力等を考慮する。でその後ともに、その後また太字線引きましょうとともに、監査事務所の 財務上および業務上の目的を優先することなく適切に判断する、でこれに関する目標を含めなきゃいけないということで、例えばね、監査事務所として今お金が足りないなと、この監査契約を結べば、ちょっとね、財政的に楽になるなと、だから契約を結ぼうとか、そんなことは関係ないって言ってるわけです。
ね、むしろそんなことにとらわれるんじゃなくてですね、監査事務所の、監査業務の内容、どういう業務なのか、ね、それをはっきり言ってその事務所として受けることができるのか、経営者が、ね、受けることができるのかっていう、事務所の能力ね、うちの事務所で受けても大丈夫なのか、そんな専門的な会社ちょっと業務内容も難しいし監査できないんじゃないかとかね、そういうことを考慮する、うちの事務所の能力で大丈夫かな、あとは経営者の誠実性ですね、経営者がそもそも誠実じゃなければやはりね受けることは難しいです、はい、でこれを考慮するとともに先ほど言った財務上とかね、うちの監査法人の収益を良くするために業務を受けようとかそういうことは関係なくね適切に判断するっていう目標を含めなきゃいけないということになってます、はい、で次です。2個、監査事務所は監査契約の新規の締結及び更新の後に当該契約の解除につながる可能性のある情報を把握した場合に対処するための方針と手続きを定めなきゃいけないということで、何かね、解除につながるような状況を、これをですね把握した場合にはどうするのかと、この対処するための方針手続きを定めなければならないということになっています。で、吹き出しもねちょっとここは3個見ていただければいいんですが、その後3個、監査実施の責任者は監査契約の新規の締結とか更新が監査事務所の定める方針または手続きに従って適切に行われていることを確かめなきゃいけないということで、責任者はですね、監査実施の責任者はちゃんとね、事務所の方針に従っているかを確かめなきゃいけないんです。でまた監査実施の責任者は当該契約の新規の締結及び更新の適切性に重要な疑義をもたらす情報を入手した場合、この場合には事務所に情報を速やかに報告しなくちゃいけないということです。何か問題を識別した場合にはちゃんとね、事務所に伝えましょうねと。実施の責任者は何か問題を認識した場合には監査事務所、監査法人に伝えましょうということです。はい。で、次5ページ目に行きましょう。じゃあ次ですね、じゃあ監査業務の実施、業務の実施と、でこの業務の実施においてもですね、第8項にこう書いてあるんですね。監査事務所はより質の高い監査の実施を目指すために監査業務の、これ線引きましょう、監査業務の実施に関する品質目標、この監査業務の実施に関しても目標を定めなきゃいけない、品質としてこのレベルのことをするんだっていう目標を定めなきゃいけないということになっています。はい。で、その当該目標にはの後も読んでいきます。括弧1、監査実施の責任者及び監査業務に従事する補助者による責任のある業務遂行、ね、これについて、そして括弧2番、補助者に対する適切な指揮監督及び監査調書の査閲チェックですね。で3番、職業的専門家としての適切な判断並びに会議心の保持と発揮。で4、監査業務に関する文書の適切な記録と保存に関する目標、これのねそれぞれ具体的なこういう項目の目標を定めなきゃいけないということなんですね、はい、で、あとこれは変わってないですけどね、監査ファイルの最終的な整理は、監査報告書日から60日程度を超えないとか書いてありますね。であと2番、監査実施の、これ2と3は実質的にほとんど前の基準と変わらないんですが、監査実施の責任者は監査事務所の定める方針と手続きを遵守してね、補助者の指揮、監督及び監査調書の査閲を適切にしなさいと。で監査調書が適切に作成及び保存されているかも確かめなきゃいけない。で参考として監査実施の責任者、現場の責任者ですよ、先ほどから言ってるように監査報告書にサインする人、この人は意見表明に先立ち監査調書の査閲をねしっかりして十分かつ適切な監査証拠が監査チームとして、ね、入手できていることを確かめなきゃいけないということですね、はい、で次、専門的な見解の問い合わせ、これはね、監査事務所はより質の高い監査の実施を目指すために監査業務の、業務の実施における線引きましょう、専門的な見解の問い合わせ、何か難しいことがあったら専門家に、専門家というかね、同じ監査法人の中で、専門的に研究している部隊とかね、監査事務所外でもいいですけども、その専門的な考え方を聞くというね、その専門的な見解の問い合わせに関しても目標、品質を保つために目標を設定しなくちゃいけない。
で当該目標には専門性が高く判断に困難が伴う事項とか見解が定まってない事項について専門的な見解の問い合わせを行って監査業務の実施及び意見の形成において当該見解を十分に検討することに関する目標を含めなきゃいけないということでね、専門的な見解を行って十分検討する、これに関してどういうふうなレベル感でやるのかとかね、その目標を定めなきゃいけないんです。で2項として、まあこれはね従前と同じなんですけども、監査実施の責任者ですね、監査事務所の定める方針と手続きに従って専門的な見解の問い合わせを行う責任があります。で専門的な見解を得た場合にはその内容を適切に記録し、得られた見解が監査実施業務の実施および意見の形成において十分かつ適切に検討されているかも確かめなきゃいけないということでね、専門的な見解の問い合わせを行う責任があります。事務所の方針に、従ってですけども、方針に、ね、あれば、合致した場合には専門的な見解の問い合わせを行う責任がありますよということになります、はい、でこの3番ね、監査上の判断の相違、まあ、こういったの項目的には同じことがね、従前もありましたけれども、1、監査事務所はより質の高い監査の実施を目指すために、業務の実施における監査上の判断の相違に関する、これに関してもですね、品質目標を設定しなくちゃいけない。これも線引いておきましょう、ね、これに関しても品質目標を設定しなくちゃいけないと。で当該目標には監査チーム内とか監査チームと審査の担当者との間の判断の相違等を適切に解決することに関する目標、ね、適切に解決するために、ための目標ですね、こういうふうな形で解決するとかね、目標を定めなくちゃいけないということになってます、はい、で2番2項として、監査実施の責任者は、これは全くね、従前と同じですけども、監査事務所の定める方針と手続きに従って、チーム内とか監査チームと審査の担当者等との間のね、判断の相違を解決しなくちゃいけないと。で、3も同じですよね。監査事務所は、監査実施の責任者と監査業務に係る審査の担当者等との間の判断の相違がとにかく解決しない限り、監査報告書は発行しちゃいけないと。いうことで、まあ、大体この辺の基準は2項3項っていうのは昔従来あった基準と同じになってます。で1項でこの品質の目標を定めなくちゃいけないと、ね、品質管理について、しっかりとねこういう品質管理をするんだっていうね目標を定めなきゃいけない。ここが大きい改定ですよね、はい、であと審査4項のこの14項というか4のね監査業務にかかる審査の1項、監査事務所はなと、これやっぱり太字線引きましょう、原則として全ての監査業務について監査チームが行った監査上の重要な判断および監査意見を客観的に評価するために審査に関する方針または手続きを定めなければならないということで、審査に関してね方針手続きを定めなきゃいけない、原則としてですね、原則として全ての、監査業務に定めると。でその後ですね、なおその後も太字ずっと線引いていきましょう。最初のところもね太字線引いていただいて、その後なお監査報告の対象となる社会的財務省の社会的影響がちっちゃく、前もありましたね、かつ監査報告書の利用者が限定されている監査業務については審査に関する方針とかね手続きにおいて意見が適切に形成されていることを確認する他の方法が定められていればその方法でもいいよと、つまり審査を要しないとすることができると、まあすごくね社会的な影響がちっちゃいような財務省の利用者が少ないような場合に限定されますので、あまりここはね皆さんの監査とは縁がないというかね、皆さんは金商法監査なんかを大前提としてます、ね、会社ちっちゃくても会社法監査、資本金5億または負債200億円以上の会社、まあ、そういったような監査がね監査論では前提となってますので、なかなかこのね、審査を要しないっていうのはちょっと問題としても作りづらいんじゃないかなと思います、はい、で、あとですね、まあ、その審査に関する方針手続きには審査の担当者を選任したりね、審査の担当者および監査チームの責任は何なのか、で審査の実施並びに審査の記録保存を含めなきゃいけないということになってます。で、その後ですね、監査事務所は審査に関する方針と手続きに従って審査の担当者がこの後線引きましょう、十分な審査時間の確保を含めて適正能力及び適切な権限を有すること、
でその後読みます。並べて審査の担当者としてその後線引きましょう。客観性と独立性を保持するとともに職業倫理を遵守する、これも確かめなきゃいけないと、ここまで規定されています。はい。で、その後ですね、参考としては監査事務所は審査に関する方針と手続きに従って、審査の、審査における審査の担当者及び監査チームの責任が、責任果たされていることを確かめなきゃいけないとかですね、事務所は審査に関する方針と手続きに従って審査の担当者が監査の計画実施及び報告における重要な事項判断結論について適時に適切な審査を行っていることを確かめなきゃいけない、事務所としてね、確かめなきゃいけないとか、5個、事務所とか審査の担当者は審査に関する方針手続きに従って業務にかかる審査の内容結論を監査調書としてちゃんとね記録保存しなきゃいけない、まあ、これは全くね前と変わってませんけども、こういったことが求められていると、はい、審査についてもこういったね、品質目標を設定しなきゃいけないというのは大きい、ね、話です。で次6ページ目、まだ審査続いてます。従前は審査に関する内容も品評1号に含まれていたが、品評2号の、ね、審査っていうのが新設された。でここに主に変更点として、挙げておきました。品評2号の内容です。ここはね結構ちょっと担当的にはあの細かいけど、ここら辺なんかはね、まあ、出されてもそんな文句言えないかなということですけども、審査担当者の適格性要件が強化されたんです。これタイトルと太字線引きましょう。で、監査事務所は審査担当者として選任される、適格性のね、基準を定める方針と手続きを定めなきゃいけない。どういう人が審査担当者として適格なのかということですよね。で、この方針または手続きにおいてはこの後線引きましょう。審査担当者が監査チームのメンバーではないと、これ大事なんですね。審査担当者がチームメンバーではないんだと。で、あとは以下の要件を満たすべきことを定めなきゃいけないということで、各位置として審査を実施するための太字線いきましょう。十分な時間が確保できるか、十分な時間の確保を含む、その後も適正と能力及び適切な権限を有していると。これをね、しっかりと定めなきゃいけないんです。審査の担当者、審査する人はですね、この十分な時間を確保する。そして適正と能力と権限も有していると。で過去に審査担当者のこれ客観性と独立性の阻害要因との関連を含めね、我が国における職業倫理に関する規定を準拠すると、ね、この後やりますけども、新たな倫理規則に準拠する必要があると、その他、ね、倫理に関する規定、まあ、に準拠すると。で括弧3、該当する場合には審査担当者の適格性に関する法令の規定に準拠すると。で上記括弧2ですけどもについては、下年度に監査責任者を担当した後に審査担当者に選任された場合、つまり過去に監査責任者監査報告書にサインをしてますと、でその後に審査担当者に選任されたものによって生じる客観性への阻害要因、ね、今まで監査をやっていてその後すぐに審査担当者になったら、ね、その審査をしてその今までの監査を否定するとですね、あの自己否定するみたいになって、あんまりそういうことはね、あのやりたがらなくなっちゃいます。なので、その監査責任者をやった後にね、その後に審査担当者に就任する場合は、すぐにやると、直前の自分の判断を否定するってことはなかなかしたがらないでしょうから、これ太字線いきましょう。そういう場合、責任者が審査担当者に就任する場合は2年間または職業倫理に関する規定に要求される場合は、それより長い期間ね、クーリングオフ、まあ、これインターバル期間のことです。吹き出し後で見ておいてください。インターバル、だから期間を空けなきゃいけない。なので監査責任者をやった後2年間は審査担当者にはなれないということです。これ大事ですね。で丸2番、タイトル線引きましょう。審査の実施と文書化に関する審査担当者の責任の明確化ということで、審査担当者は以下を実施しなきゃいけないということで、監査業務と企業の性質及び状況に関する情報等を通読し、ざっと、ね、読んで理解すると。で次、監査責任者及び必要な場合には監査チームの他のメンバーとこの後線引きましょう。重要な事項及び重要な判断を討議、まあ、議論するわけですね。議論しなきゃいけない。そしてその後も線引きましょう。監査チームが行った重要な判断に関する選択された監査調書を再発評価すると、まあ、こういったところがね、あの審査の、ね、担当者に求められているわけです。であとまあその後ね、我が国における独立性にかかる職業倫理に関する規定を遵守していると責任者が判断した根拠を評価するとかね、必要に応じて適切な専門的な見解の問い合わせが行われたか、および専門的な見解の問い合わせから生じた結論もどうだったのということでですね、これは評価しなきゃいけないんです、ね、審査担当者は実施することですよ。審査担当者が実施する。そしてその後、監査責任者の関与が監査業務の全過程を通じて十分かつ適切であると判断した根拠を評価する。本当に大丈夫なのと、ね、で財務諸表及び監査報告書を検討、これ線引きましょう。
で、まあ、代替者等以外の審査では柔軟にできると昔もありましたけどね。これは、まあ、ちょっと軽く頭の片隅に置いておいてください。あと丸さん、これ昔今までダメだったわけじゃないんですけど、規定がなかったんですけどね、審査担当者による補助者の利用ということで、審査担当者が誰かね、他の会計士を使ってですね、補助者として使って、それで補助者へ指示監督差別ということも、あの審査する場合の審査担当者はできるということが明示されたということもちょっと知っておきましょう。はい、で次7ページ目です。今度はね、情報と伝達、まあ、これも新設なんですけども、情報と伝達読みます。監査事務所は品質管理システムの整備運用を可能とするために、情報と伝達、これに関してですね、品質目標、これもですね、品質目標を定めなきゃいけないということです。線を引いておきましょう。太字のところです。でその当該目標にはね、何を含めるかというと、監査事務所の内外からの適時の情報収集はどうするのか。で2番、監査事務所及び監査チームによる監査事務所内外との適時の伝達に関する目標、この目標をね、具体的に定めなきゃいけ含めなきゃいけないと。で2項、監査事務所は監査業務に係る専門要員の関連法令違反、不適切な行為、判断及び意見表明、監査事務所の定める品質管理システムへの抵触に関して、監査事務所の内外からの情報を適切に収集し活用するための方針と手続きを定め、それらが遵守されていることを確かめなきゃいけないということでね、まあ、不適切な行為とかね、判断意見表明、まあ、こういったシステムに抵触することに関して内外から情報収集し、活用するための、ね、方針手続きを定めるんだと。でそれが守られていることを確かめなきゃいけない。で3項、監査事務所は監査役等との品質管理システムに関する協議について内容時期及び形式を含めた方針と手続きを定めなくちゃいけない。で4項、監査事務所は必要に応じて実施する監査事務所の外部のものへの品質管理システムに関する情報の提供について内容と時期、形式を含めた方針手続きを定めなくちゃいけない。まあこの辺ね、いろいろ細かくありますが、やっぱりね、太字にしたところを基本的に押さえとけば、まあ初回のテスト大丈夫だろうなとは思うんですけどね、こんな細かいとこまで聞いてこないとは思います。太字のとこで十分かなと思いますが、このねレジュメの全体として太字のとこでいいと思いますが、一応触れておきます。で5個、監査事務所はこの後太字線引きましょう。品質管理システムの状況等について監査報告書の利用者が適切に評価できるよう十分な透明性を確保しなきゃいけない。何言ってるかというと、品質管理システムがどうなってるのか、事務所のね、監査事務所、監査法人の品質管理のシステム、どうなってるのかっていうことについて、監査報告書を読む人、つまり財務諸表を見てね、監査報告書を見る、その利用者が、ちゃんとこの監査事務所、監査法人は、品質管理システムが、こうなってるっていうことをですね、わかるようなね、透明性を確保しなきゃいけないということなんですね。まあ、もっと具体的な内容は今後ね、いろいろ、実務の中で取り入れられると思いますが、まあ、こういうふうに規定されています。はい、で、これはね、従前と同じなんですけども、一つね、この吹き出し、これはまあまあ大事ですね。従前同様、監査人は少なくとも以下のいずれかに該当する監査の場合は、監査事務所の品質管理システムの整備運用状況の概要を監査役等に書面または電子的記録で伝達しなきゃいけない。これちょっと太字じゃないところも含めてね、監査役等にと。監査役等に書面で電磁的記録で伝達というところを線引いておきましょうね。監査事務所のから引きますか、品質管理システムの整備運用状況の概要、監査事務所として品質管理どうやってるのと、でその整備運用状況の概要を監査役等に書面で、あるいは電磁的記録で伝えなきゃいけない。で例えば公認会計士法上の代替者等の監査とかね、まあ、会計監査に設置会社の監査、下はいいですけども、こういったね、会計士法上の代替者の監査とか、会社法上の代替者などの会計監査に設置会社の監査、この場合にはですね、監査事務所の品質管理がどうなってるかっていうのを書面とか電磁的記録で、その監査されてる非監査会社の監査役に伝えなきゃいけない。これは今までと変わらないんですが、これね、が引き続きあります。はい、であとはですね、7ページ8ページ目はね、だいぶいささか細かい気もしますけれども、ちょっとポイントを見ていきましょう。品質管理システムのモニタリングと改善プロセス、品質管理システムね、品質をしっかり保つっていうシステムを事務所で構築して、それが有効に機能しているかをモニタリングするとか改善するってことですね。11
第11、品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス。まあこの辺はね、太字だけでいいと思いますよ。1、監査事務所は品質管理システムの整備運用の状況に関する情報を適時に把握して、識別した不備に適切に対処するために、これ線引きましょう。モニタリング及び改善プロセスをちゃんと整備しなきゃいけないと。で運用しなきゃいけないというところで線引きましょう。で当該モニタリングには品質管理システムに関する、これも前あったんですけども、日常的監視及び完了した業務、監査業務の定期的な検証、これ線引きましょう、ね、日常的監視というのは、まあ、品質管理が、ね、ちゃんと日々行われているかということを、ね、例えばじゃあ、もうすごい具体的に言えば、例えば、ね、品質を保つために、何かね、パスワードか、例えば情報をパスワードで管理してですね、何か外部に漏らさないようにしてるとかね、まあ、そういったような日々の業務をしっかりやってるかという日常的監視と、完了した監査業務、終わった監査についてしっかりと監査が行われていたか、監査手続き大丈夫だったのか、問題なく監査意見を出してるのかといった監査業務を定期的に検証するという形で、終わった監査業務に定期的検証をすると。監査意見を言う前には審査ですよね。監査意見を言う前は審査です。で、監査業務終わった後に事務所として、あの監査業務ちゃんとできてたのかなって調べるのが、この定期的な検証ということになります。で、日常的監視は、例えば日々の監査調書の、パスワード管理とかね、ファイルのパスワード管理とか、システムへのアクセスがちゃんと行われているかと、まあ、要は、じゃあ監査法人として事務所の一員として使うパソコンがね、ちゃんとセキュリティがしっかりしてるかとか、そういうのが、まあ、日常的監視で調べるということになります。はい。で、あとですね、まあ不備があればね、不備が存在するか判断するというのが2項で、その後3、監査事務所はこれ線引きましょう。識別された不備の根本原因をちゃんと調査しましょうと、これポイントですね。何か品質管理システムに問題があるっていう不備があれば、その根本原因を調査しましょうということが求められています。で、4項として、その、ね、不備の根本原因の結果を深め、根本原因の分析結果を踏まえ、普通線引きましょう。不備に対処する改善活動を実施しなくちゃいけないと。まあ、ここはね、これぐらいでいいと思いますよ、ね。モニタリングと改善のプロセスを整備、運用するんだと。で、そのモニタリング及び改善っていうのは、日常的監視とね、定期的な検証っていうのが含まれると。で、不備があったら不備の根本原因を調査する。で、不備に対する改善活動もするということですね。はい。ということで、まあこの後細かい話もありますが、まあこれね、太字のところをしっかり押さえておけば、この第11個なんていうのは特にね十分でしょう。そして8ページ目に、まあ興味のある方のためにこれ載せてますから、基準全部ね、ご一読ぐらいはしてもいいかなと思います。いただいてもいいと思います。で、8ページ目。監査事務所間の引き継ぎということで、第14、監査事務所間の引き継ぎ。これはですね、監査事務所は、監査人の交代が監査業務の質に重大な影響を及ぼさないようにするために、線引きましょう。後任の監査事務所への引き継ぎに関する品質目標、これを設定しなくちゃいけないということでね、後に引き継ぐ時のその目標を立てましょうということですね。まあ、引き継ぎに関して目標を立てる。で、その後読みます。当該目標にはね、監査事務所が財務省の重要な虚偽の表示に関する情報または状況、あるいは企業との間の重要な意見の相違等を含め、監査上の重要事項を公認の事務所に伝達するとともに、公認の事務所から要請があった場合には、それらに関する監査調書の閲覧に、ね、応じるための方針手続きを遵守することに関する目標を含めなきゃいけないということでね、これも公認に引き継ぐときに、なんかね、意見の相違なども含めて、公認の事務所に伝達するっていうことに、ね、関する目標、まあ、しっかりと伝達するんだっていう目標を設定する必要があるし、あとはね、公認の事務所からお願いがあった場合には、しっかりと監査調書の閲覧に、応じると、これについてもね、こういうふうに応じるっていう目標を設定しなきゃいけないということになってます。で、あとですね、この2個、監査事務所はこれ線引きましょう。前任の監査事務所からの引き継ぎに関する品質目標を設定しなくちゃいけないということで、前任の事務所からどうやって引き継ぐのか、今度はね、これ公認の事務所側の立場ですね。この
1個は前任の事務所の立場で後任に引き継ぐ際の目標を定めなきゃいけない。2個は後任の立場で前任から引き継ぐ時に、ね、しっかりと引き継ぐなんていうようなこと、これをですね目標を立てなきゃいけないんですね。例えば当該目標には事務所が交代自由とか企業との間の重要な意見の相違等の監査上の重要事項に関してする問い合わせのためにね、方針と手続きを遵守することに関する目標、ね、前任からこういうふうに、引き継ぎを受けるんだというそういう目標を立てなきゃいけないということになってます。はい、これもこのぐらいでいいでしょう。あともうこのね、各事務所が所属するネットワークへの対応とか、ここら辺なんかはもう本当にはっきり言って受験生にはいいと思うんですけどね。ネットワーク、まあ、事務所が所属するその世界でね、グローバル、関西人グローバルですから、そのネットワークっていう形で加盟するわけですよ。で、同じネットワークの中ではね、結構情報を共有したりするネットワークがあるわけです。そこに対応するということで、まあ、ここは本当読み流していただいていいです。ちょっと簡単に言いますけど、関西事務所は、監査事務所が所属するネットワークの要求事項及びまたはサービスもしくは業務運営に関する資源を監査事務所の品質管理システムにおいて適用または利用する場合には、監査事務所としての責任を理解した上でそれらの適用方法とか利用方法を決定しなくちゃいけないということで、まあネットワークとしてね、グローバルな形でその各所属するネットワークがなんかこういうことをしなきゃいけないなんていうことを要求してきたとしてもですね、まあ、各監査事務所の、ね、品質管理システムの中で監査事務所として責任を、ね、しっかり理解した上で、そのネットワークが要求してくる内容についてどうやって適用するのか、どうやってそのネットワークが要求する内容を利用するのか、こういったことを決定しなくちゃいけないということで、まあ、ネットワークのねなんか指示なんかを鵜呑みにするんじゃなくてね、監査事務所の品質管理システムにおいて対応する形で、決定する必要があると。まあちょっとこの辺はもう異常に受験生には細かいと思うんで、ここなんかもう本当に飛ばしてもいいとは思いますね。はい、で、まあここまでがちょっと一旦画面、ここまでがですね、まずはね、品質管理基準の改定ということになります。まあ読んでね、聞いていただいた通り難しいと思います。何言ってんのってところも正直あると思います。実際に我々も実務でまだ適用されてなくてね、これからまあ研修もちょこちょこあるんですが、会計士向けの研修もちょこちょこあるんですが、はっきり言ってまだ未定なところいっぱいあります。ですからまあこんな実務でまだ未定な内容を試験で出すとしたら、今日の今やったところの特に太字の部分なんかを字面をそのまま追うような形でしか出せないと思うんでね。だって実務がないわけですから。なので、まあ、本当に今やった基準のところをしっかり復習していただければいいと思います。はい、で次に倫理規則、これもですね、この令和5年の4月1日から適用されているもので、まだ実務がないという言い方も変ですけども、事例は新しい倫理規則に関してはたまってません。ただこの倫理規則に関しては品質管理ほど抜本的に変わってるわけじゃなくてですね、今までの倫理規則をなんて言えばいいのかな、ちょっと変えたというかね、言い方ちょっと漠然としますね。今まで の倫理規則の体系を変えた、細かい内容はほとんど変えてないというふうなイメージでいいと思います。内容はあんま変わってないんだけども、体系が変わった。どういうことを言ってるかというとですね、これこういうことなんですよ。まあ、ちょっと読んでいきましょう。で最初ね、ちょっと今その話をする前に、まず試験範囲となりますよっていうことと、職業倫理の必要性を先に言っときます、ね、これはちょっと会計士向けの研修とかでもね、やっぱり強調されてました。職業倫理、まず丸一として公認会計士の氏名、これ会計書一条、ね、思い出してくださいね。これ会計士は監査及び会計の専門家として独立した立場で財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者まで含みますよ、ね、投資者および債権者の保護、そして、等を図りもって国民経済の健全な発展に寄与することを使命とすると、これですよね。はい、で、その後読みます、矢印の後、会員が公認会計士のこの使命ですね、この使命を全うできるように協会、会計士協会がっていう意味です。協会というのは会計士協会が自主規制として職業倫理に関する規範を定めているということで、この倫理規則っていうのはあくまでも会計士協会が定めているわけです。
ね、これはまあ会計士協会の自主措置としてね、自主規制として定めているということなんです。でその元となるのは会計士の氏名公認会計士法があって、それをしっかりと、全うできるようにということで、これ会計士協会が定めている倫理規則、まあ、一応この倫理規則もですね試験範囲になりますので、これをね見ていきたいと思います。はい。で、倫理規則の精神、趣旨及び精神ですけども、会員、まあ、これは会計士とか監査法人、ね、のことを会員と言います。で、もちろん会計士試験合格者、皆さんが受かった後のには準会員となります。会員ではなくて準会員になります。この準会員も含めてここでは会員と言ってます。ね、だから会員というのは基本的に会計士または監査法人ですけども、そこの会員には単なる会員じゃなくて準会員も含みますよ。ね、そう理解してください。で会員がその社会的役割を自覚しかつ社会の期待に応え、ここなんですよ。特に強調してるのはやっぱり公共の利益に資する、これなんですね。とにかく公共の利益に資するためにね、倫理規則を定めるっていうかって書いてあります。なんで倫理ね、その趣旨をしっかり理解して行動しなくちゃいけないあります。で、改正の経緯目的ですけども、これね、従前は倫理に関する規則や指針が分散し複雑な構造で分かりにくく一貫した理解が困難であるとの意見があったということで、この下に後で見ますけども書いてある通り複雑だったんですね。はい。で、まあしっかりとこれじゃ理解できないよってことは懸念されてた。プラス国際会計士倫理基準委員会 ISBA とかね、 ISBA とかっていうんですけども、別にそれは覚えなくていいですが、そこでもまあ、倫理の規定が改定された。要はまあ国際的調和化ですよね。品質管理基準もそうだったように倫理規則も国際的な流れに合わせる、まあ、これも一つありますよね。で体系や構成の見直し、個別規定の見直しが行われたと。で矢印の後、倫理規則の理解しやすさを向上させ、その遵守を促進すべく改正後の ISBA のね、倫理規則規定を参考にして、つまり国際的な基準を参考にして令和4年7月に倫理規則の改正が実施されたんだということになってます。で、規則の体系構成の見直しや、まあ、用語の変更、個別規定の一部について強化明確化、まあ、こんなのもあったということになります。はい。で体系構成の見直しですけども、これね体系としては丸1、倫理規則、これ独立性に関する指針、まあ、聞いたことない人は無視していただいていいですが、これね分かれてたんですね。倫理規則以外にも独立性に関する指針とか利益相反に関する指針、違法行為への対応に関する指針で、これがいろいろあってね、どうなってんだっていうところから、これを倫理規則として一つにまとめると。だから内容が変わるというよりはなんか体系が変わる、今までのいろいろあった基準を、まあ、一つにまとめたと、まあ、これは一つですね。はい。で構成としてはですね、これも適用対象の広い規定から順次ね絞り込んでいくと。でパート1からパート4まで分かれていて、まずパート1にはですね、全員会計士全員に共通する総論、これはセクションでね100から199までの間に、まあ、基準番号がここに含まれます。でパート2として組織所属の会員ということで、組織、まあ、あの会社組織とか、まあ、監査法人も含めていろんな組織に雇われている所属する会員、会計士だから、組織はもちろん監査法人も組織なので、単なる一般事業会社だけじゃなくて会計事務所と、つまり監査法人とか会計事務所に所属する人も含めた、組織に所属する人に関する指針内容がパート2にセクション200から299にあります。でこれ会計事務所と所属の会員も、つまり監査法人に所属してたり会計事務所に所属する人も、ね、あくまでも組織という中においてはその組織に所属する会員ですので、組織所属の会員に関する規定が適用されるということで、ね、広い順に、規定していると。で今度3としては、じゃあね今度、一般事業会社とかに所属する組織所属の会員ではなくてね、会計事務所に所属している人だけについての規定がパート3にあります。で最後パート4としてはね、独立性に関する規則として 4A、監査及びレビュー業務における独立性ということで、まあ、監査とかレビューに関わる人、これについての独立性が書かれていますね。会計事務所の中でも監査とかレビューに関する人に特化した独立性で、次監査とかレビュー業務じゃない保証業務についての独立性が 4B に書いてあるということで、徐々に、ね、適用範囲が狭まっていると、こういう構成になったんですね。で5番号の付し方は、まあ、何項とかいうのはね、こういうふうになったんですよ。 100.5 の A1 項とかね、まあ、R100 の6項とか、ね、こういうふうに、まあ、国際的なあの基準と同じようなふうにしたということになってます、ね、R は理解の要求事項ということになりますね。
で、最高性、まあ、ここはちょっともういいです。で、我が国固有の規定については項番号に JP ということで、まあ、国際的な基準に合わせたとはいえども我が国固有の、ね、あの規定についてはこれは、ね、JP っていうのを付したということになってます、はい、では10ページ目に行きましょう。で、ちょっとここは今まとめのね、主にあの今体系と構成の見直しということで、あの主に まとめの内容、あの趣旨を扱っていますけども、用語としてはですね、公正性の原則って倫理規則であった、あの知ってる方いると思うんですね。で、公正性の原則っていうのがこれ客観性っていうように言葉を変えました、ね。これ、言葉の違いあります。あと企業と所属の会員が、組織と所属の会、まあ、組織所属の会員と組織所属の会員で、あとね、大会社等は社会的影響度の高い事業体 PIE というふうに、ちょっとね、まあ、言い方が変わってます。まあ、あの大会社等を含むもうちょっと広い概念と思っていただければいいんですが、皆さんの頭の中では社会的影響度の高い事業体は大会社等だと思っていただいて、イコールだと思っていただいてもいいと思います。インターバル期間のことをね、先ほどもちょっと出ましたが、あの品質管理のところでも出ましたが、クーリングオフ期間という言い方に変えてます。あと、まあ、ガバナンスに責任を有するものって言葉が新しくできています。と、あと独立性規定が強化されたり、会員が業務を行う上での心構えについて定めた規定も新たに設けられた。で、審査担当者の適格性要件も新設、まあ、これはね、品質管理のところでも同じありましたけども、業務執行責任者、まあ、監査業務の、ね、責任者、監査報告書にサインする人がその後に審査担当者やる場合は2年間空けなきゃいけない。これは倫理規則でも書いてある。適用時期はすでに始まってます。令和5年4月1日からということで、まあ、これはあのこれも試験範囲です。はい、では11ページ目で、もうちょっと具体的に今まとめた内容をやりましたけども、具体的な改正のポイントをこれを見ていきたいと思います。はい、で基本原則ですけれども、まずね、これ R111-1 とか R112-1、113-1、114-1、115-1で、これ考え方は従前と同じですね。なんですけども、誠実性の原則の後に公正性じゃなくて客観性の原則ということでね、名前を変えています。はい、ちょっと細かいの突っ込まないでね、もうここは公正性の原則と同じだと考えていただいていいです。客観性に名前を変えました。まあ、あの組織所属の会員とかね、監査をしない人にも適用されるということからですね、あのちょっと公正性じゃない場合もね考えられるので、まあ、客観性ということでね、ちょっと言葉を変えています。変わりました。で、あと丸3、職業的専門家としての能力及び正当な地位の原則、守秘義務の原則、職業的専門家としての行動の原則、まあ、この辺は昔と変わらないですけどね、言葉もあの内容も変わらないと。はい、で概念的枠組み、というのがあって、昔のね考え概念的枠組みアプローチと考え方は一緒です。ちょっと修正が加えられた部分がありますが、見ていきましょう。概念的枠組みって何かというと、まずね、基本原則、今言った誠実性の原則とか客観性の原則、職業的専門家としての能力及び正当な注意の原則、守秘義務の原則、ね、職業的専門家としての行動の原則、まあ、こういったような、基本原則があって、それを阻害する、ね、例えば客観的に業務をやるっていうことを阻害するような、客観性の原則を阻害するとかね、守秘義務、秘密を守るってことを阻害する、まあ、そういったような阻害要因があったら、それをまず識別しましょうと、ね、それを識別すると。で、その識別した阻害要因を評価します。どうなのと、この阻害要因はあのかなりね重大なのかそうじゃないのか、ね、っていうの阻害要因を、評価します。で、そのすると阻害要因が許容可能な水準にないんだったらどうするかっていうと、ね、次のいずれかにより当該阻害要因に対処するということで、1個目はですね、この阻害要因を生じさせている状況を除去する。これがね、ちょっと昔の前 の, あの倫理規則知ってる方はちょっと変わりました。除去するか、セーフガードを適用して阻害要因を許容可能な水準まで軽減すると。これ昔はですね、セーフガードを適用して除去するか許容可能な水準まで軽減するって言ってたんです。でも今は違うんですね。何言ってるかというと、阻害要因を生じさせている状況を除去するっていうのは、あのもうこれで一つの言葉というかね、この言い回しで、なんかセーフガードを適用して除去するとは言いません。除去するっていうのはもう除去する、
ね、これは一つの話です。で、セーフガードを適用する場合には、これはですね、許容可能な水準までその、ね、阻害要因を減らすと、この場合にセーフガードを適用するということなので、前の基準を知っている方はね、この除去するというのはもうそれだけで一つの方法で、許容可能な水準まで阻害要因を軽減する場合には、これはね、セーフガードを適用するというふうに言いますので、ここはちょっと注意しましょう。で、あとは、まあ、阻害要因に対処する方法として専門業務自体または終了ということで、まあ、例えば監査であれば監査契約を終了してしまうなんていうのも一つのね、阻害要因に対処するという方法ではありますね。はい。で、あとは会員は概念的枠組みを、ごめんなさい、先にちょっとこの吹き出し、太字線引いておきましょう。ね、阻害要因を許容可能な水準まで軽減するために講じる対応策がセーフガードとして定義されているということで、除去する場合はそれはセーフガードとは言わないということです。はい、あとね、探究心っていう言葉、これはね、ここで出てくるんですね。会員は概念的枠組みを適用する場合、次の事項を行わなきゃいけないということで、探究心を持ちましょう。一応線引いておきましょう。はい、で、探究心っていうのはですね、これ保証業務をする場合の職業的会議心とは別の概念とされてるんですね。まあ、職業的会議心はあくまでも保証業務をする場合なので、この、ね、探究心っていうのは、その保証業務をやるかどうかに関わらず、全ての会計士、会員が持つべきものということで、ちょっと言葉がね、違うんですね。探究心。会議心はあくまでも保証業務をやる場合なので、これはね、もうちょっと広い、広く適用するっていう意味で探究心を持つと。あと、まあ、専門家としての判断の起こしと、この後ね、これも知っておきましょう。事情に精通し、合理的な判断を行うことができる。これ、先行きましょう。第三者テスト、これを利用します。第三者テストをやりましょうって言ってるんですね。で、まず探究心を持つ、最初に見ましょう。探究心を持つは、実施する専門業務の内容範囲及び結果を考慮し、入手した情報の情報源、関連性及び十分性を検討するということでね、これが探究心を持つと。ね、実施する専門業務の内容範囲、結果を考えて、入手した情報の、ね、情報源とか関連性、十分性、これをしっかり検討する。で、さらなる調査、またはその他の行動の必要性があればね、あるかどうか、これ目を向け注意するということになります。はい。それで、その後ね、第三者テスト、これですよ。第三者テストって何かっていうと、他の当事者が同一の結論に到達する可能性が高いかどうかに関する会員による検討、つまり他の人がやっても同じ結論を出すかな、こういうことなんですね。他の人でもこう考えるかなと、これを第三者テストと言います。で、その後ね、読みます。事情に精通し合理的な判断を行うことができる第三者は、必ずしも会員である、まあ、会計士である必要はないけれども、会計士または監査法人である必要はないが、当該会員の結論の適切性と公平な方法で理解し評価するための関連する知識と経験を有しているものと、ね、この、まあ、会計士である必要はないんだけども、一応ね、合理的な判断を行うことができる関連する知識とかを有している人がですね、本当に同じ結論を出すだろうか、いや、その立場の人が別の結論を出すって言ったらですね、その別の結論をやっぱ考慮しなきゃいけないし、ということで、まあ、ちょっとなんていうかな、俯瞰してっていうか客観的に見てみて、他の合理的な人だったらどういう結論を出すかなということを考えるのが第三者テストと、これをやんなきゃいけないと言ってます。はい、で、あとね、まあ、その下はまあだんだん見ていけば分かると思うんですけども、職業的専門家として判断をね、行使するって話です。で、これはですね、職業的専門家としての判断には特定の、ね、専門業務の内容とか範囲並びに関連する利害及び関係を考慮し、事実と状況に見合う関連する訓練、専門知識、技能及び経験を適用することを伴うと。で、職業的専門家として判断を行使する際に検討するとして以下を例示するということで、例えばね、会員自身の専門知識及び経験が結論を下す上で十分かどうか、自分の、ね、経験、これ大丈夫なのか、で、関連する専門知識または経験を有する他の者に相談しなくていいのか、で、会員自身の先入観とかね、バイアス、偏りですよね。これが、職業的専門家としての判断の行使にどんな影響を与えるか、先入観があるのか、何か、バイアス、偏りがあるのか、ね、これがどんな影響を与えるか、こんなところをですね、しっかりと、検討しなきゃいけない。自分自身で検討すると。で、次ですね、基本原則の遵守と職業的会議心との関係はこうです。以下の3つの基本原則の遵守が職業的会議心のね、行使を支えるということで、まあ、誠実性の原則、誠実に行動する、ね、客観性の原則、そして、
専門家としての能力及び正当な注意の原則、これはこれをですねしっかり守ることによって、懐疑心をしっかりと発揮できるということですね。はい、まあそもそもね、何か間違った情報だということに関与しない、ね、そして客観的である、正当な注意を払う、まあ、これによってですね懐疑心が保たれるということになっています。はい、次12ページいきましょう。ね、あと勧誘って言葉もちょっとね知っといていただきたいので、ここで勧誘、ね、これは勧誘を中立的な用語として定義するということで、必ずしもね個人の行動に不適切な影響を与えるっていう意図ではないんです。悪いものだって言ってるわけじゃないです、勧誘はね。で、職場の同僚との些細な接待から違法行為に該当する行動まで、つまり何らかのね贈答接待、これも勧誘という言葉に含まれるようになりました。勧誘って言葉はザ贈答接待を含むと、ね、いうことです。でこれ太い線いきましょう。行動に不適切な影響を与えることを意図する、こういった勧誘は禁止です、ね、不適切な影響を与えることを意図する勧誘はダメだということですね。はい、なのでこれ行動に不適切な影響を与えることを意図してなされた勧誘とか事情に精通し合理的な判断を行うことができる第三者がそうした意図によってなされたと、まあ、これ不適切な意図あるよねとね、そう結論付ける可能性が高い勧誘は一切禁止されるということになってます。はい、で、あとねその下行動、太字線いきましょう。行動に不適切な影響を与えることを意図しない、そういう勧誘であれば別にダメだと言ってるわけじゃなくて、概念的枠組みが適用されて、まあ、阻害要因とかね、それを除去するとかそういう話が適用されると。で、まあその下はね、勧誘が社会通念上許容される範囲であれば一般に生じる阻害要因は通常許容可能な水準ですよ。社会一般の例えばじゃあお昼の1000円ぐらいのランチをねご馳走するとかされるとか、3000円ぐらいのお歳暮を、あげるもらうぐらいはまあ多分社会通念上許容されるだろうとか、そういうことを考えるわけですね。はい、あと報酬ですね。報酬、これについてもねこういうふうになってます。監査報酬の水準、線引いておきましょう。監査業務の依頼人に対する監査以外の業務の提供によって監査報酬が影響を受けることがないようにしなきゃいけないということで、例えばね監査以外の業務を何か提供してると、で監査以外の業務でたくさんお金をもらってるから、じゃあ監査報酬は安くするとかね、まあ、そういったようなことはダメだと言ってるわけですね。特にこの丸2番、監査報酬に対する監査以外の業務の報酬の割合とかでね、監査業務の依頼人に対する監査業務以外の業務の提供による報酬が高い割合を占めると、ね、場合に、だ監査以外でたくさんお金をもらってる、監査をしてあげてるんですけども、監査をしてあげてる人に対して監査以外の業務もしていて、そっちの報酬が高い場合、ね、監査業務または監査以外の業務のいずれかを失うことの懸念により自己利益という阻害要因の水準が影響を受ける可能性があり、不当なプレッシャーという阻害要因が生じる可能性があるとともに、監査業務以外の関係を重視しているという外観により独立性に対する阻害要因も生じる可能性があると。まあもう極端なこと言えば、ね、他の業務でたくさんお金もらえるから、これ監査で不適正意見なんか出したら他の業務でたくさんお金をもらってる、これももらえなくなってしまう。だからもう独立性に対する阻害要因もね、高い水準になって、これはもう独立性が阻害されてしまう、まあいうようなことに、ね、なる可能性ありますよね。はい、あと報酬依存度はこれ実務的にはすごい大きな話なんですけど、受験生にここまで出すか話はありますが、一応簡単に見ますかね。特定の監査業務の依頼人に対する報酬依存度が高い割合を占める場合、当該依頼人からの報酬を失うこと等への懸念により自己利益が不当なプレッシャーという阻害要因が生じる。何言ってるかというと、報酬依存度ってね、これ実は厳密にはすごい細かく規定されていて、ちょっと受験生に難しいんですけども、例えばね、3社から監査報酬、まあ、監査をやっていて3社あって、3社から報酬をもらってると、で例えばじゃあ A 社がね、そうですね、1億円、 B 社が、あ、ごめんなさい、 A 社が8億円、もっと分かりやすくしますが、 A 社が6億、 B 社が3億、 C 社が1億くれてるとしましょう。全体で10億、そうすると A 社はね10分の6ですから、まあ 60%、 まあそういったこれが報酬依存度ね、A 社に 60% 監査報酬を依存していると、 B 社は2億円であれば10分の2ですから 20%、
C 社は10分の1ですから 10%、 こういうふうに報酬全体のその会社に対する割合と、ね、全体に対するその会社の割合で、これ例えばね、監査業務の依頼人が社会的影響の大きい PIE の場合、まあ、会社会計上場の大会社と思っていただくといいですが、この場合ね、2年連続 15% 超えると、監査報酬の全体の10、まあ、監査報酬って言っちゃうと本当は誤解があるんですけど、まあ、監査法人が得る全報酬の 15% を超える場合、この場合、ね、ある一社の監査報酬がその監査法人の報酬全体の 15% を超える場合には、これね、線引いておきましょう。 15% を超える場合、2年連続ね 15% を超える場合で、意見表明前のレビューということで、あの意見表明をする前にですね、本当にちゃんと監査業務やられてるのかと、ね、2年連続で 15% 全体の 15% も超えるくらいお金をもらってるんだったら、あのなんか癒着してるかもしれないということで、意見表明前にね、別の会計士などによってレビューを受けなきゃいけないと。で、その後ですね、2年連続 15% を超える場合は開示もしなきゃいけないです。世の中に開示しなきゃいけない、ね、で、これがあの要はあのその状況をですね、あの非監査会社が開示する、非監査会社が2年連続、まあ、その監査法人に対して、ね、報酬依存度が 15% を超えるんですよっていう、その監査法人に対する内容を開示すると。ただ依頼人、その非監査会社の開示が不十分な場合は、監査報告書で自らね、会計士が、自分たちはこのね、非監査会社のに報酬依存度っていうのは 15% を超えてますよってことを自ら監査報告書で、開示すると。ね、自分たちがもらってるお金は、監査法人全体の収入の 15% を、ね、この会社からもらってるお金が超えますよということを監査報告書で開示すると。で、さらにこれ5年連続 15% を超える場合は原則辞任と、やめなきゃいけない、監査法人交代しなきゃいけないと、ね、5年連続 15% の監査法人全体の収入の 15% を超えるお金を5年連続もらうと、非監査会社、ある監査、非監査会社から、例えばじゃあ、ね、そんなちょっと規模、まあ、あのいくらにするか難しいですけど、とにかくじゃあ全監査報酬が100億あったとしましょう。いろんな会社から合計すると100億の監査報酬をもらっていて、で、20億その会社からもらっていると、まあ、20% ですよね。それが5年連続続いたら、その会社の監査はやめなきゃいけないということになります。で、まあ、社会的影響度が高い事業体じゃない、会計上場の大会社等でなければね、まあ、5年連続 30% を超えた場合には意見表明前、あるいは意見表明後のレビューを受けなきゃいけないとかね、まあ、こういったことになりますけども、まあ、あの皆さんね、特にこの PIE を意識する必要があります。 PIE 下に書いておりますけども、パブリックインタレストエンティティということで、会計上場の大会社、まあ、上場会社等だと思っていただければいいですが、この場合は2年連続その会社から監査法人の収入の 15% を超えるような報酬をもらってたら意見表明前のレビュー、これが5年連続 15% を超えたら原則辞任、ここだけね、しっかりと押さえておくといいと思います。あとは次13ページ目はね、審査担当者の客観性ということでね、これはですね、審査担当者のおよびその他適切なレビューアーの選任によって、生じる可能性のある客観性の原則の遵守に対する阻害要因に対処するための規定の新設ということで、まあ、セクション325ということで、325っていうようなあの項番号でね規定されてるんですけども、例えば1個目、審査対象となる作業に関与しているもの、または作業、当該作業の実施責任者と親密な関係を有するものを審査担当者として選任する場合は、客観性の原則の遵守に対する阻害要因が生じる可能性が、まあ、ありますよね。審査対象となる作業に関わってたりとか、その審査のね、実施する責任者と親密な関係があれば、なんかですね、阻害要因はあるんじゃないのということですね。はい。で、あ、ごめんなさい、審査対象となる作業に関与してたり、あるいはね、その作業の責任者と親密な関係にある人が審査担当者となるってことですね。ごめんなさいね、審査をする作業、審査対象となる作業、監査業務に関与してたり、その作業の責任者、だから監査業務の責任者、これと親密な関係をする人が審査担当者としてなる、になる場合は、ちょっと阻害要因があるんじゃないのと。あるいはね、
この次、自己レビューという阻害要因に対するセーフガードとなりうる対応策の例には、つまり自分でをチェックするみたいな、これの対応策としては、その線引きましょう、その業務にかつて従事したものが審査担当者として選任される前に十分な期間、クーリングオフ期間、まあ、例えば2年ですね、これを空ける。そうしなければ、まあ、2年空けないと、まあ、自分でやった業務に自分でチェックしているようになりますよね、ということですね。はい。で、まあ、その後、これ太字線引きましょう。審査担当者の適格性要件として、業務執行責任者が審査担当者の役割を担う前に2年間のクーリングオフ期間を明確に定めた方針手続きを策定することを要求ということで、監査のね、責任者、監査報告書にサインをしたりしたら、その後2年間はクーリングオフ期間ですよ、ね、これを定めましょうと言ってるわけです。はい。ということでですね、まあ、ちょっとね、なんとかもう皆さん、この改正の内容を極力ですね、2時間以内ぐらいでお伝えしたいというところがあります。というのはね、先ほども言った通り、重要性から言ったらそんなに高くないわけですよ。なので、まあ、これぐらいで、ね、品質管理と職業倫理、まあ、ちょうど1時間半ちょっとですけども、これぐらいにしたいと思います。で、残りは、一応その他の改正ということで、フォローされてる方もいるし、そうじゃない方もいて、そういう人たちをね、ちょっと救うというかですね、ちょっとどこまで品質管理と、職業倫理っていうのは、これはもう皆さんまだフォローできてない言ってるんですけども、それ以外のところについては通常講義でフォローできてる方もいるのでね、もう聞かなくてもいい方もいるんですけども、一応残り補足として扱いたいと思います。はい。その他の補足、これ何かというとですね、まあ、これは通常講義再現受けられた方はご存知だと思うんですけど、公表物の名前が変わりました、ね。監査基準委員会報告書とか品質管理基準委員会報告書、この名前なくなりました。まあ、単純に委員会っていうのが取れただけなんですけどね。で、監査基準報告書とか品質管理基準報告書って名前が変わりました。内容は同じですね。で、あとですね、大きい名前の変更として、これよく見たことあると思うんですけど、監査保証実務委員会報告の82号ね、内部統制に関する実務上の取り扱いとか、83号四半期レビューに関する実務指針、76号後発事象に関する監査上の取り扱い、85号、監査報告書の分類、これがですね、1個目、このね、内部統制に関するものは、これ財務報告内部統制監査基準報告書、内規法なんていうふうにね、略されてしますね。内部統制の内と、監査基準の規と報告書の方、内規法1号なんて略されてしますが、財務報告にかかる内部統制監査で、四半期レビュー基準報告書1号、これ四季法なんてね、略したりしてますけど、四季法の、1号、四半期レビュー、そして監査基準報告書500、実務指針第1号、後発事象に関する監査上の取り扱い、監査基準報告書700の実務指針第1号、監査報告書の分類ということで、まあ、560とか700がね、後発事象とか監査報告書の分類が書いてありますから、そこに関連してるよってことがより明確になったということで、内容は同じなんですけども、タイトルがこんなに変わっちゃったということになります。はい。あとですね、この内容は昔からこういうことは一応書いてあったんですけども、これね、監査基準報告書を含む監査実務指針の位置づけということで、これちょっと注意していただき、過去に担当出てますけどね、太字線引きましょう。日本公認会計士協会が公表する監査に関する実務ガイダンスとか周知文書、研究文書および一般に認められている監査実務慣行、こういったことがね、まあ、監査実務指針を実務に適用するにあたって参考になることがあると。でもこれらは監査実務指針の適用上の留意点や具体的な適用の方法を例示し、実務上の参考として示すものであってね、実務指針じゃないよってことなんですよ。これ注意してください。つまりね、言いたいのは、監査基準報告書とか監査基準報告書実務指針、これは一般に公正だと認められる監査の基準なんです。一方で、実務ガイダンス、周知文書、研究文書っていうのは、これは単なる参考なので、実務指針を構成しない。つまり、一般に公正だと認められる監査の基準に入らない。これなんです。これ過去担当で出てますからね。注意しましょう。いいですか。監査基準報告書とか、上でやったね、監査基準報告書実務指針、こういった700の1号とかね、こういうのは実務指針なので、一般に公正だと認められる監査の基準を構成します。一方、実務ガイダンス、周知文書、研究文書っていうのはあります。これは実務指針ではないんです。参考と、あくまでも参考、実務上の参考であって、実務指針ではない。
なのでこの下にある実務ガイダンス、周知文書、研究文書は一般に公正だと認められる監査の基準には含まれない。これ注意しましょう。はい、ね、よろしいですかね。そしてあとね、次は10ページ目の一番下はまあこれは参考でいいと思いますけどね、一応あの、会社法でやるかなっていうところもあるんですけど、令和元年改正の会社法で創設された株主総会資料等の電子提供制度はこの2023年の3月以降の開催の株主総会から、だからつまりまさに今後のね、株主総会から適用利用されます。で何かというと株式会社は定款で定めることで株主総会参考資料等ということでね、株主総会でいろいろ出す例えば財務省の中期とかね、いろんなものを電子提供措置を採用できると。ただし上場会社はその利用が義務化ということで、まあ、上場会社は皆さん基本的に考えますから総会に、ね提出する例えば財務省の中期とかそういったものは電子提供しなきゃならなくなります、上場会社はね。はい、でその後電子提供措置を取る旨の定款の定めがある、まあ、この上場会社はですね、の取締役が総会の招集通知を書面で行う必要がこれはねあります、基本的に今の制度ありますので、その場合は総会の日の3週間前の日もしくは総会招集の通知の書面による通知を発した日のいずれか早い日から総会の日後3ヶ月を経過するまでの間電子提供措置事項について電子提供措置を取らなきゃいけないということでね、まあこういったことが求められると。で参考として吹き出しとして電子提供措置を取る場合招集通知の期限は公開会社非公開会社の区別を問わずですね、一律に総株主総会の2週間前まで、ね、非公開会社だったら1週間前まで1週間に短縮できるってことはなくてですね、公開会社非公開会社関係なく電子提供措置を取る場合は2週間前までにね、招集通知を発送しなきゃいけないと。で、その取らない場合は1週間前でもいい、ね、非公開会社の場合は1週間前でもいいということはね、あります。まあここは参考でいいでしょうね、はい、あともっと古い話でねここあの追いつけてないよという方のためにあえて入れときました15ページ会計書、これはもうだいぶ前の話ですね。令和3年2021年5月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための、ね、関係法律の整備に関する法律における会計書の改正ということで、まあ、この法律でですね監査報告書や押印が廃止されました。押印しなきゃいけないのは廃止されました。で監査報告書を電磁的方法によって作成も可能となりました、まあ、これはね通常講義の中でも、まあ、当たり前のように出てきてるんですが、あのちょっと知らなかった方のために監査報告書の押印はもう廃止されていますし、監査報告書を電磁的方法でね提供することも可能となっていますよということはあの一応お伝えしておきます、はい、で、最後にですね載せたのが16ページ目でこれ監査実務指針はこれ QR コードも載せておきましたが、ここのね、会計士協会のホームページからダウンロードが可能です。でなんでこんなことを案内するかっていうと、最新のこの基準集というのがですね、最新じゃないんです何言いたいかというと、いろいろね、まあ、会計士協会の出版とかね中央経済社さんとかから出ている法規集とか監査基準監査実務指針集とかね監査法規集なんていうのがもう2年前ぐらいに出たものが最新で、もうそこから大きく基準変わってるんですよ、まあ、内容というよりも細かい表現とかも含めると大きく変わってるということで、今市販されてる基準集は正直ですね使い物にならないんです。もちろん使い物になる基準もあるんですよ、あるんですけども全く使い物にならない部分も あるということで、じゃあどうするかというと、もうこれねこのサイトからダウンロードして使うしかないんですよ、ね、なので載せておきました。ちなみに実務指針等のこのサイトのイメージとしてはこんな感じでね、監査基準報告書ダウンロードできるようになってますので、ぜひ、このページにアクセスしていただいてダウンロードするしか最新の基準を得る方法はないんですね、はい、ということで、まあ、基準集を読んでくださいなんて私通常講義でよく言いますけども、必要なところ読みたいところはちょっとねダウンロードしていただいて、まあ、お金もったいないと思うかもしれないですが、できれば私なんかは紙に印刷して読んだ方がね画面上で全然同じように頭入る方はいいんですけども、紙に印刷して、読んでみるっていうのが個人的にはおすすめですね、はい、ということでですね
前、まあ、1時間45分ぐらい今なりましたけども、まあ、これがですね改正内容ということになります。ちょっとねボリュームが多いですけれども、まあ、実質的にはね改正内容がそこまで出題可能性は高くないだろうということと、まあ出たとしても今回やったレベル感で、抑えていただければ、特に線を引いていただいた太字のところを中心に見ていただければ十分だろうというふうには思っています。なので決してですねこれをなんか、細かくですね掘り下げていくというよりは、まあ、ここで扱った内容を踏まえてね勉強していただければいいですし、まあ、これについてね、最後に、まあ、試験直前にバーッとこのレジュメを眺めていただくぐらいでいいと思ってます、個人的にはね。これをちょっと踏み込んでですね、細かく勉強しようとすると、それこそ今まで大事な論点をいっぱい勉強してきますが、そこをおろそかにするっていうのはちょっと避けていただきたいんですね。なので、まず今まで勉強してきた他の論点をしっかりやった上で、それで、まあ、この改正内容を万が一出た時に備えて、出た時用に備えて、何度か試験直前に見ておくと、まあ、いうことでね、まあ、準備していただければいいと思います。特に担当はですね。で、論文でじゃあどこまで出るかっていうと、まあ、もちろんこれ、今後の動向を見て、例えば論文の模試とかね、そういったところにね反映させていきたいと思いますが、まあ今のところは論文対策としてもですね、あんまり言っちゃうと問題あるかもしれないですけど、出題可能性は高くはないと思ってます。はい、ということで、まあ、そういう位置づけのもの、何度もねちょっと誤解ないように言いますけども、これ注意してください。はい、ではぜひね、この改正内容ちょっと不安を和らげるために見ていただいて、本試験でもね簡単な問題が出た場合には対応できるようにしていただきたいと思います。はい、それではですね、監査論の改正講義、正確には、改正論点の担当論文対策、これで終わりにしたいと思います。どうも皆さんお疲れ様でした。